はい、どうもサージです。今回の動画は、前回の動画と同様、この子ですね。前回はこの子、みぞれちゃんの、お迎えしてからの様子を見ましたが、今回はこの子、西アフリカトカゲモドキオレオズールヘテロパターンレスのみなもちゃん、この子もね、同時期にお迎えして約1年が経ったので、この子のお迎え当初の様子と今の様子を比べて、どれだけ変化したかというのを見ていきたいなと思います。いやね、この子もかなり大きくてプリプリになってきました。ただヒョウモントカゲモドキと違って少し成長が遅いかなっていう感じですね。ちょっと幼児体型な感じがまた可愛いです。それでは過去のお迎えした時の様子を見ていきましょう。はい、今見てもらっているのがお迎えした時の様子でございます。いやー、かわいい。ちっちゃいですね。めちゃくちゃかわいいです。いやー、すごいかわいい。こんな感じですね。いやね、ヒョウモントカゲモドキと違って西アフリカトカゲモドキのベビーはまだまだなんか面影がありますね。ほんとズールやミナモちゃんっていう感じがします。まあ、アダルトの現在に比べると、まあ、透明感がある感じがしますね。このズール柄も今と変わらずはっきりとありますね。いや、それにしても可愛い。この目の上の紫部分、尻尾の先っぽのね、紫部分もとても可愛いですね。いや、こんな感じだったね、そういえば。はい、ということで、こちらが現在のみなもちゃんです。いや、かわいい、かわいいね。やっぱりベビーの頃と比べてそこまで変化は大きくないですね。ヒョウモントカゲモドキのみぞれちゃんの頃はもう全然違って、もうベビーとアダルトでは全く別の生き物じゃないかっていうぐらい違いがあったんですが、西アフリカトカゲモドキのみなもちゃんは面影を残していますね。ただベビーの頃と比べて色がくっきり透明感がなくて白っぽくなってきましたね。この尻尾の紫かった部分もだいぶ白っぽい感じになってきて、このズール柄も白い縁取りがつきましたね。でもまだなんかあどけない顔をしてますね。かわいい。いや、これだけ見てみてもやっぱり西アフリカトカゲモドキとヒョウモントカゲモドキはやっぱり全然成長の具合が違いますね。これはまたこれで面白いですね。かわいい。やっぱりみなもちゃんかわいいな。まだまだなんか子供って感じがしますね。鼻先も短いしね、とても可愛いですね。この子もね、ご飯をバクバクと食べてくれていて、食べないってことは全然ないですね。でこの子もみぞれちゃん同様、あまりね揚げすぎるとおデブちゃんになってしまうので気をつけないといけませんね。かわいい。正面顔がめちゃくちゃかわいいですね。いやー、この子ともねまだまだずっとずっと長くお付き合いしていきたいので、しっかりと管理していきたいなと思います。かわいい。一生懸命食べてる姿が一生懸命でかわいいですね。はい、ということで、今回の動画は以上になります。いやー、こうやってね、たまにはお迎えした時の昔の様子を振り返ってみるのも悪くないですね。いやー、やっぱりね、前回の子も今回の子もそうなんですけど、もうね、お迎えした時から今までもうずっと可愛いです。まだまだね、この子たちの動画上げていきますので、いや待って、可愛い、可愛いよ、上げていきますので、よかったら、グッドボタン、チャンネル登録
よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。よく食べますね。でもね、食べ過ぎるとお腹がポンポンになるからね、君も調整していきましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録よろしくお願いします。また他の動画もチェックしていただけると嬉しいです。